はい、山田でございます。免税制についてお話しております。今日は乾燥機がね1台壊れまして、まあしょっちゅう壊れてるんですけれども、衣類乾燥機ね、でしょうがないから、コインランドリーに、まあ、そういう場合は来るんですけれども、で、コインランドリーに、僕が、まあ、好きなね、コインランドリーは機械が古くてですね、乾きが悪いんですよ。で、何か、普段、だから普通の、ね、新しい、乾燥機っていうか、コインランドリーの乾燥機でやれば、で、10分、20分で終わるところ、倍ぐらいね、20分から40分ぐらいかかるというね、まあ、1時間ぐらいかかるというね、感じでございまして、コインランドリーもまあ探せばあるでしょうし、開拓しなきゃいけないんですけど、開拓あんまりしないタイプなんですよね。まあここでいいやとか、ここがいいからまあここ、それ以外は目に入らないみたいな、全くね、古い人間でございまして、なのでね、食事もそうですけども、この店のこれが好きってなったらもうそればっかり、そこばっかり行くし、そこばっかり、そればっかり頼むみたいな。うん、もう浮気しないんですよね。だから女も浮気しませんぜ。女も浮気しないよ。なんて。いや、しないけど、浮気したから離婚してるわけでございますから、正直に言ってしまいましたけれども、まあ浮気っていうよりは本気ですな。まあ浮気みたいなね、かっこ悪いことはしませんよ。僕はいつでも本気でございます。本気になっちゃったから離婚したって、これ言わない方がいいですな、ことでございまして、そういうわけでございまして、今ね、乾燥を回してる間ということでね、コインランドリーの近くの駐車場で、音声を取ってるわけでございます。まあね、ほんと免税店の店長はね、やる仕事がいっぱいあるからね、まあどんな仕事でもそうでしょうけどね、免税店のお仕事だけじゃないでしょうけど、もうやろうと思えばいくらでも仕事があるんですよね。ここまでが終わったから今日は終わりっていうのがなくてですね、延々と、仕事があり続けて、まあ運営し続ける限り、仕事があり続けると。で、その中でその、なんつうの?優先順位を決めてね、だから、いくらでもあるんですよ、探せば。要は、サロンに行ったら、サロンに行ったで、1時間でも2時間でも仕事できるわけですよね。もっとできますけどね。で、それが4部屋あったらって考えるとね、その中で優先順位を自分の中でつけていかなきゃいけないし、ネット作業とかね、今日も写真の関係もやってましたけども、それとか宣伝関係とか、その、発注関係とか、まあ、もうありとあらゆる仕事があって、その中でね、自分で選んで仕事していくわけでございますが、その中でもやっぱり大事なことと大事そうでもないことっていうのがあって、それをねやっぱり上手に、考えて、大事なことから取り掛からないといけないと。ただやっぱり意識しないとね、意識してもだけど、意識しないとやっぱ楽な仕事ばっかり、いや仕事はやるんですよ、もちろん。仕事はいくらでもあるし、もちろんやるし、一生懸命やるんですけれども、やっぱり、なんていうのかな。あんまりやりたくない仕事は後回しになってしまうんですよね。で、あんまりやりたくない仕事こそ、やるべき仕事で、重要な仕事だったりするわけでございますから、怠慢な、まあ、やってるつもり、とかね、一生懸命仕事してるつもりで、大事なことに目を背けると店が傾いたりとかするわけでございます。で、それはね、僕もまあ経験、まあ、傾いてはないけどね、でもやっぱり大事なことに取り掛かってないなっていうのはまずいことだなっていうのは身をもって経験しましたし、やっぱりそういうところから、めんどくさいことからやっていかないとね、お仕事は。免税店の仕事だけじゃないですよね。どんな仕事でも、やっぱりめんどくさいことから率先してやる。それが人の役に立ったりだとか、まあ、自分の成長だったり、自分のお店や会社の成長になったりするわけじゃないですか。そこをやっぱ自分が率先してやるっていうのがね、誰かがやるからいいとか、まあ、免税店の場合は店長さん一人でやってるのであればね、自分がやらないと誰もやらないから、やるしかないんですけれども、大勢いる会社さんだったり、お店さんだったりしたらね、誰かがやるからいいわっていうことで、もうやり過ごすことはできるかもしれないですけれども、それだとやっぱりね、
誰かがやらなきゃいけないし、誰もやらなければ、みんなそういう考えだったらいつまで経っても進まないみたいな、清掃面とか補充面とかね、もう含めてそうですけども、いう感じだから、まずね、自分が率先して誰かがやれば済む話だけど、私がやろうということで取り組んでいくっていうのが、やっぱり、自分の価値になっていくっていうね、そのお店なりその職場の、での自分の価値、になっていくんじゃないかなと思います。で、メンズエステはね、本当に、僕なんかは、僕がやらないと誰もやらないっていうね、まあ小さいお店のオーナーさんなんかはそうですよね。スモールビジネスオーナー、小さい会社さんのね、あの社長さんなんかもそうでしょうけども、その中で、まあ厳しい、めんどくさい、けど重要な仕事からやっていくように心がけたいと思います。さあ、そういうわけでまだまだ5分でございますけれども、そうですね、メンズエステのお仕事だから、まあね、いや本当やりがいがあるし、頭使える方っていうのはその重要な仕事ばっかり取り込むことができるから、どんどん伸びるでしょうな。お店もね、だからたくさんお店ができたとか、メンズエステが風俗化してるとかね、言い訳はいくらでもできるんですけれども、風俗化してない、他が風俗化してるからうちは風俗化しないから、押されてるとかね、やっぱ流行らない言い訳、流行ってなくないですよ。もう今日もたくさんの方に本当ね、ご利用していただいて本当感謝ですけれども、そういう言い訳はできるんですけどね。で僕も言い訳してきたよ、正直に申し上げまして。だけどやっぱり、何かその何、光はあるというかね、解決策は絶対にあるし、それを諦めてはダメですよね。やっぱりどこかでやっぱりやってやろうっていうことでね、常に思っていかないと、ダメですな。なので、本当にいろいろ取り組むことがいっぱいありすぎるような仕事でね、やりがいありますわな、これ。本当にやりがいはある。なのでね、本当メンズエステ新しくやりたい方とかね、いると思いますよ。やったらいいよ、やりましょうよ、メンズエステ店ね、ビジネスとして、オーナーさんとして、で、いろんなお店があってね、今朝もちょっと話しましたけど、もうオーナーノータッチのシステムを作ってね、やるお店も東京なんかはあるんじゃない。お金だけ出してとかね、店長さん雇うなり雇わないなり、もうセラピストさんで予約を取ってとかね、ネット予約で完結させるとか、ほとんど店長さんオーナーさんが関わらないでも済むような仕組みにすることもできる、し、そうやってやってるお店さんもあるでしょう。ただ僕は、まあ、がっつり関わってっていうスタイルがベストだと思って、おりますし、それこそ予約も電話にこだわってるんですよね。LINE でも、やらないという、まあ、たまにね、LINE で、じゃないと、ね、やり取りできない方とかもいらっしゃるんで、まず、その、例外はありますけれども、電話予約オンリーでやるのもベストだと思ってるんです。それが一番いいと思っているのでやってるんですよね。それこそ、ネット予約導入したら、それは楽になりますよ、店長さんは。で、お客様もネット予約の方がいいっていう方も多い。それは分かっているんですね。でも、電話にこだわる、そのウォームなね、生の声、そのお客様とお店だって、人間同士、利用者様とお店ですけれども、やっぱり人間関係ですからね、やっぱりその温かい関係、まあ古い考えかもしれないですけどね、それこそもう今はネットでね、分かりやすく、誰がどの時間空いてて、そこをクリックすれば、予約が取れるみたいなね、そういうのがもう、まあ、時代なんでしょうけども、あくまで、電話予約にこだわるということでやらせていただいてます。なので手間だなとかね、めんどくせえなペリエールはって思われることもあるしね、そういうお声もお聞きしますし、でもやっぱりまだ、古風な古いスタイルで、ギリギリまで行きたいなと思っております。まあ、いろんな他の要因もあるんですけどね、ネット予約やんないのは、マイナス面もあるんですけれども、そういう感じで、やらせていただいて、なんでこの話になったんだっけ？わかんないね。
まあまあそういうわけでございましてですね、今日も乾燥機もまだ終わらないから2本ぐらい音声撮りたいっすな。やっぱね、だからね、音声結構やりたいんですけどね、やりたいんだけどやっぱりもう本当空き時間でしか撮れない。で今日も電話受けとかね、そのもちろんありがたいことですけど電話受けやらせていただいてね、貴重なお仕事ですけれども、お店の顔 をやらせていただいて、で、セラピストさんとの電話のやり取りもあるんですよ。で、まあ、うちはセラピストさんとも LINE でやり取り、まあ、LINE でも送りますけれども、電話でやり取りっていうのにこだわってますから、めんどくさい店でしょ？お客様いらっしゃいましたとか、お帰りになりましたっていうの LINE でいいんですよ。で、LINE でやってるよ、他のお店だって。でも電話でやるっていうね。ことでめんどくさいなんて言っちゃいけませんね。大事なお仕事。で、やってますので、そういうのが、例えば4部屋フルに稼働していると、随時行われたらもう、やっぱ、かかってきそうな時に音声取り始めることもできないしね。ということで、やっと、ちょっと落ち着いた感じで、音声を取ってるという、日曜日の夜でございました。